なあ、まだなのか。いつまで待てばいいの？山奥にある老舗温泉旅館は、今かつてないピンチを迎えていた。受付に押し寄せる大勢の外国人客たち。彼らの勢いに押されて、今にも泣きそうな若おかみ。彼女は懸命に対応していたが、かえって事態は悪化するばかりだった。まだかよ。いつまで待たせるの？申し訳ございません。真っ青な顔をしたおかみがうつむいた。その時、俺の体はとっさに動いていた。ここは任せてください。え？突然カウンターへ飛び込んできた俺に、若おかみが目を丸くする。そして、俺は彼女の前で、たった一つの特技を披露するのだった。うわぁ、本当にあったよ。こんなところに。電車とバスを乗り継ぐこと数時間、木漏れ日が差し込む竹林の中をひたすら徒歩で進んだ先に、それは突然現れた。名前は、うん、合ってるな。ここは、とある田舎の山奥。俺、坂口夏樹は、都会の騒がしさから離れたくて、この小さな温泉宿を訪れた。うん、確かに静かだ。時折風が竹の葉を揺らす、さわさわという音。それに、どこかで鳴く鳥の声が聞こえる以外、文字通りの静寂だ。確かに、これは人気が出るかもな。まさに日本という感じだし。これから俺が泊まる旅館旗の屋は、こんな山奥にあるにもかかわらず、結構有名な旅館らしい。ここに到着するまでも、何人かの宿泊客らしい男女とすれ違った。感激した様子で竹林の写真を撮っていたのは、みんな外国人の観光客たちだ。ここは英語にも対応してるのか。やるな。旅館の見た目はまさに、伝統ある老舗の温泉宿といった印象なのに、意外な気持ちで入り口の戸を開けた、その途端。いらっしゃいませ。ようこそ。遠いところをお越しくださいました。明るく大きな声が玄関に響いて、俺は思わず圧倒された。まるで、どんより曇っていた空が一瞬で晴れ渡ったような。暖かくて清々しい。それでいて、非常に丁寧な挨拶。その女性が頭を上げて、こちらをまっすぐに見た瞬間、俺は心臓がドキッと大きく跳ねた。私は、当旅館の若おかみ。畑のしおりと申します。どうぞ、自慢の温泉でお疲れを癒してくださいね。大きな瞳を細めて、若おかみと名乗った女性が微笑む。薄いピンクの着物を着て、年はまだ20代前半くらい。ショートカットにした髪が、彼女が表情を変えるのに合わせてサラサラと揺れる。その様子に見惚れてしまうほど、女優やアイドルも顔負けの美女が、俺の目の前にいるのだった。どうも、予約した坂口です。坂口様ですね。お待ちしておりました。どうぞ中へ。はい。まだ心臓をドキドキさせながら、若おかみの案内で廊下を進む。こんな美女が若おかみを務めているのも、この旅館が人気の理由なのかもしれない。正直、もう目当てだった温泉に集中できそうにないけど、すると、俺を先導していた若おかみが、急にこちらを振り返った。申し訳ございません、坂口様。え？ご予約の電話では、一人で静かに過ごしたいとのことでしたが、その後に団体様のご予約が入ってしまいまして、少し賑やかになってしまいそうで。ああ。確かに予約の電話で、そんな注文をしたことを思い出す。予約が比較的少ない平日を選んだのも、なるべく他の宿泊客とも顔を合わせたくなかったからだ。そういうことなら仕方がないですよ。この時期だと、企業の慰安旅行か何かですか？いえ。若おかみの顔は晴れない。団体の予約なんて、旅館にとってはありがたい話だろうに。何か問題でもあるのかと、俺が首をかしげた時だった。若おかみ、どうしたんです？こんなところで。凛とした女性の声が廊下に響いた。
奥から現れたのは、紺色の着物をきっちり着こなした、50代くらいの女性。まるで厳しい上司のような雰囲気ながら、どこか若おかみに似た美人だった。俺の姿に気づくと、その女性は微笑みながら腰を曲げた。失礼いたしました。お客様、ようこそ当旅館へ。彼女は旅館のおかみ、畑野ゆりさんだと名乗った。名字が同じということは、つまり。お客様、若おかみが何か失礼をいたしましたか？ああ、いえ、何も。ちょっと話をしていただけで。そうでしたか。では若おかみ、早くお部屋にご案内してください。はい、お母さん。おかみ、すみませんでした。おかみに厳しい目で睨まれ、若おかみが俺の案内を再開する。やはり、二人は親子だったようだ。それにしては、少しピリピリした空気が気になったが、あまり仲が良くないんだろうか。明日の団体様は、外国の方々なんです。俺の前を歩きながら、若おかみはぽつりと言った。そして、この旅館が半年ほど前から、外国人客の受け入れを始めたことを明かした。大学で、英語を学んだので、こう見えて少しは話せるんですよ。確かに、ここへ来る途中に観光客の方とすれ違いましたよ。みんな喜ぶだろうな。こういう昔ながらの雰囲気は。ええ。再び若おかみの顔は曇り、少し気まずい雰囲気のまま、俺が宿泊する部屋に到着。温泉のご用意ができ次第また参ります。と、若おかみは部屋を後にした。俺は希望通り、静かな空間で一人ゆっくりと過ごすことができたが、心の片隅では、どこか引っかかるものを感じていたのだった。だから反対だったのよ、私は。夕方、この旅館自慢の温泉を堪能した後、夕食を楽しみにしながら、廊下の角を曲がりかけた時だった。おかみのボリュームを抑えた、けれど鋭い声が廊下に響いた。そう言ったって、明日なのよ。頑張るしかないじゃない。頑張るのは誰なの？板長たちや仲居のみんなでしょ？あなた一人で全て対応できないのに、みんなに迷惑をかけないでって言ってるのよ。私は、みんなのことを思って。おかみと言い争っているのは、今にも泣きそうな声の若おかみだった。俺がすぐ近くにいるのも気づかず、二人は廊下の真ん中で、睨み合っている。通るに通れず、俺は角の陰で立ち往生する羽目になった。お母さんが心配しなくても、しっかり準備はしてきたわ。明日は皆さんに満足していただいて、この旅館を選んでよかったって思ってもらう。そして、これからも外国人のお客様を受け入れるから。どんな結果だろうと、これからも私はお上として反対します。この旅館を守る方法は他に探すわ。どうして分かってくれないの、お母さん。どうやら彼女たちは明日の団体客について言い争っているようだった。そして外国人客を受け入れたい若おかみに対して、おかみは反対の立場。その対立が親子なのにピリピリとした空気の理由らしい。まあ、申し訳ございません、坂口様。こちらに早足で向かってきたおかみが、角に隠れていた俺に気づいて、ペコリと頭を下げる。俺も、こちらこそと、気まずい気持ちで頭をかいた。成り行きとはいえ、まるで盗み聞きするような形になってしまったから。失礼いたします。平静を取り戻したおかみは、パタパタと廊下の向こうに消えていった。その後、待ってよお母さんと、若おかみが追いかけてくる。そして、ようやく俺の存在に気づいた。あ、すみません、坂口様。全然気づかなくて。少し砕けた口調で、勢いよく頭を下げてくる。多分こっちが素の彼女なんだろう。むしろ親しみやすくて、俺は好感を持った。大丈夫ですよ。それより何か揉めていたみたいですけど。ああ、お恥ずかしいです。お客様の前で。明日のことで少し。口ごもりながら、若おかみがちらりと俺の顔を伺う。こんなことを話すのはと思いながら、本当は誰かに話を聞いてほしいような、
そんな雰囲気だったので、俺は、よかったらお話を聞かせてもらえませんか？え？これもきっと何かの縁なので、若女将さえよければ。あ、でも。しばらく迷った様子で、俺の顔と床に視線を行ったり来たりさせて、やがて若女将は思い切った様子で口を開いた。自分のことはしおりでいいと。では、坂口様、聞いてもらえますか？おずおずと、しおりさんが語り始めたことによれば、彼女がまだ小さい頃、支配人だった父が病気で他界、それから長年の間、この旅館はお上がすべてを取り仕切り、守り続けてきたという。ここの一人娘として育った母は、代々続いてきた旗の屋を守りたいんです。それは、もちろん私も同じですけど。けど？どうしても意見が合わないんです。これからも外国人観光客が増えることを見越して、外国人向けのサービスを充実させていきたいしおりさん。それに対して、あくまで旗の屋に代々伝わるおもてなしを続けるため、外国人客の受け入れに反対しているおかみ、この旅館を守りたい気持ちは一緒なのに、その方向性をめぐって、二人は対立しているのだった。きっと、新しいことに挑戦するのが怖いんです、母は。その気持ちもわかるけど、外国のお客様を受け入れるようになってから、落ち込んでいた売り上げが回復したんです。それを、もう少し評価してくれてもいいのに。それは、確かに難しい問題ですね。ずっと大切にしてきたものを守りたい。そんなお上の気持ちは当然だ。けれど、伝統を守るだけでは、この旅館を守れないと気づいたから、しおりさんは新しい道を模索しようとしている。どちらの考えも筋が通っているからこそ、簡単には答えが出せない問題だ。実は、明日の団体予約を受けたのは、私の独断なんです。え、勝手に受けちゃったんですか？母にもすごく怒られましたが、これはチャンスだと思ったので。チャンス？はい、ちゃんと皆さんに満足していただけたら、母も納得してくれるんじゃないかなって。なので、明日は頑張ります。ガッツポーズをして、しおりさんがにっこりと笑う。かわいい。その笑顔にドキッとして、思わず見惚れる俺だったが、しおりさんは、さらに、ドキッとするようなことを言い出した。すみません。たくさん聞いてもらっちゃって、坂口様がなんだかとっても話しやすくて。え？もしかして、そう、父に雰囲気が似ているのかもしれません。お父さんに？そっか、はは、危なかった。もう少しでうっかり勘違いしてしまうところだった。あれ？坂口様、暑いですか？汗が。そうですね。温泉で温まったからかな。それじゃ、笑ってごまかしながら、そそくさと自分の部屋に戻る。明日、うまくいけばいいな。しおりさんの挑戦が無事に成功して、彼女の頑張りをおかみも認めてくれますように。心の中で俺はそう願うのだった。その翌日は、早朝からバタついた雰囲気だった。もう一度確認します。日本食が初めてという方ばかりなので、夕食は食べやすいように、味付けに洋風のテイストを加えてください。ベジタリアンの方もいらっしゃいますから、提供するお皿を間違えないように。大浴場にはポスターを貼ってありますか？後ほどご案内する際も、念のため温泉の入り方を説明して差し上げましょう。それから、お部屋ではコーヒーも飲めるように準備してください。あちらには緑茶を飲む文化がないので、従業員たちに指示を出しながら、せわしなく館内を歩き回るしおりさん。額に汗を浮かべながら、その表情は生き生きと輝いていた。それは気づけば、立ち止まって見惚れていたほどに。あ、坂口様、おはようございます。すみません、朝から騒がしくて。おはようございます、しおりさん。いよいよですね。はい。頑張りますと拳を握って、また別の従業員の元へ駆けていく。とても働き者で一生懸命な、
応援したくなる若おかみじゃないか。こんなに頑張っているんだから、おかみも認めてあげたらいいのに。俺はすっかりしおりさんの味方で、彼女が無事に今日を乗り切ると信じきっていた。夕方、ふもとの散策から戻ってくるまでは、うわ、玄関の戸を開けるなり、俺は思わず声を上げてしまった。例えるなら、それは壁。玄関の正面にある受付カウンターは、とても背の高い男女十数人が群がっているせいで、すっかりこちらから見えなくなっていた。なあ、まだなのか。早く温泉に入りたいわ。腹が減ったよ。いつまで待てばいいの。男女は口々に不満を述べては、困ったように顔を見合わせている。その隙間から、時々かろうじて人の姿が見える。それは、おろおろとうろたえ、今にも泣きそうな顔をしているしおりさんだった。プリーズ、もう少しだけお待ちください。ソーリー。ちょっとすみません、しおりさん。あ、坂口様。俺の姿を見つけた瞬間、彼女の表情がほんの少しだけ和らいだ。どうしたんですか、これは一体。それが、話を聞くと、事態は想像していたよりも深刻だった。まず彼らは、これから宿泊予定の外国人団体客。つい先ほど到着して、今はチェックインの手続きをしている最中だった。ところが、代表の方、ここに皆さんのお名前を、リーダーでは通じないか。代表は英語で、温泉はこの後すぐ、夕食ですか？それは7時からで、あ、トイレはそっちじゃなくて。まず、これほど大勢の外国人を一度に迎えるのは初めてだったこと。また、これまでの外国人客とは違って、ほんの少しも日本語が通じないこと。イレギュラーな事態がいくつも重なって、受付は混乱に陥っていたのだった。そして、そもそもの問題は、こういう海外の団体旅行には、旅行会社のツアーコンダクターが同伴するものでは？そうなんですが、ここに来る直前、体調を崩してしまったらしくて、今は病院に。ええ？この旅館から一番近い麓の病院までは、最低でも往復1時間以上かかる。その間、この団体客とコミュニケーションが取れるのは、英語をある程度話せるしおりさんだけ。そのしおりさんでさえ、一人では対応しきれず頭を抱えている。なあ、まだなのか？いつまで待たせるの？次第に、受付は不穏な空気に包まれ始めた。待たされっぱなしの外国人客たちには苛立ちが広がり、拳でカウンターを叩いたり、あちこちから大きな声も上がる。そこに、新しく、日本人の予約者も到着。大混雑の受付に困惑し、いつまでもチェックインが進まないことに、やはりだんだんと苛立ちを募らせていく。どうなってるの？早くしてよ。日本語と英語の苦情が同時に飛び交い、そのすべてがカウンターのしおりさんに集中する。ソーリー、申し訳ございません。しおり、あなたはこちらのお客様に責任を持ちなさい。他の皆様は私が。お母さん。ずっと離れて静観していたおかみも、さすがに助け舟を出す。日本人の客に謝りながらチェックインを進めるが、それに外国人客たちから、どうして順番を抜かすんだと不満が噴出。受付の混乱は収まる気配がなく、とうとうしおりさんも限界を迎え、真っ青な顔でうつむいてしまった。その時、代表の方は、この紙にメンバー全員の名前を記入してください。チェックインが終わり次第、温泉にはすぐ入ることができるそうです。俺はとっさに体と口が動いていた。カウンターの中に入り、しおりさんの横に立って、外国人客たちに手続きの方法を説明する。しおりさんとおかみは、同時に目を丸くして、ポカンとした顔で俺を見つめた。坂口様。すみません、勝手に。どうしても見ていられなかったもので。それより、今のって英語ですか？彼女たちが驚くのも無理はない。客の俺がいきなりカウンターに入ってきたと思ったら、急に英語を喋り始めたのだから。それも、かなりネイティブに近い発音で。すごい、全然聞き取れなかった。
そんな場合ですか？え？しっかりするんだ、若おかみ。お母さんを納得させるんじゃないのか？あ、その瞬間、沈んでいたしおりさんの目に光が戻った。ポカンとしていた顔が引き締まり、やがて曇り空が晴れるように輝いた。はい、そうでした。よければ、この後も通訳を引き受けますよ。ツアーコンダクターさんが復帰するまで。いいんですか？これも何かの縁ですから。英語を話せる俺が、この場にたまたま居合わせた。それに何か意味があるような気がしたから。自分で役に立てるなら、彼女の助けになりたいと思ったのだ。私からもお願いします。お母さん。この旅館の女将として、きっとしおりさんの母としても、女将が俺に頭を下げる。俺は迷うことなく大きくうなずいた。もちろんです。それでは、大浴場の利用方法をご説明します。お願いできますか？はい、皆さん、このポスターを見てください。ここには温泉の入り方が書いてあります。まず最初に体を洗って、外国人客たちに向けて、しおりさんがサービス内容やルールについて説明する。それを英語にして、さらにわかりやすく説明を加えながら通訳していく。それが、俺の役割になった。このポスターは、ここにいる彼女、若おかみが作成したものです。皆さんが気持ちよく温泉を利用できるように、心を込めて。坂口様、今私がどうとか。様はいいですよ。俺は今、ここの臨時スタッフなので。どうせなら、しおりさんが今日にかけた思いを伝えたい。おかみを納得させるためだけではなく、日本で楽しい思い出を作ってほしいと。心からのおもてなしの心で準備してきたこと。この後、よかったら今日の夕食について説明してもらえませんか？その方が、しおりさんの心遣いを詳しく説明できると思うので。そこまで、本当にありがとうございます、坂口さん。ほっと安心した様子で、ようやくしおりさんが笑顔を見せる。外国人客たちも、温泉から上がる頃には、すっかり上機嫌になっていた。そして夜は心尽くしの美味しい夕食を堪能して、誰もが満足そうな笑顔を浮かべて、宴会場を後にして行ったのだった。翌日、すっかり回復したツアーコンダクターの男性も到着。すると、外国人客たちは、彼の周りをあっという間に取り囲んで、全員で一斉にワイワイとまくし立て始めた。早口で聞き取れなくて、皆さん怒ってらっしゃるんでしょうか？いえ、あれは、不安そうな表情のしおりさんに、俺は笑って伝えた。あれは、むしろすごく喜んでいる。素晴らしいおもてなしだった。とても楽しかったと、みんな口々に伝えているのだと。皆さん、とても満足されたそうです。また日本に来た時は、こちらの旅館に泊まりたいと。特に、ぜひ、若おかみに会いたいとおっしゃっています。え？苦笑したツアーコンダクターの言葉に、しおりさんが口元を覆う。そして、みるみるうちに、その目が涙で潤み始めた。よかったですね、しおりさん。ちゃんと思いが伝わったんですよ。はい。旗の屋さんについても、会社に戻り次第すぐ伝えます。今後どこよりも連携を深めるべき素晴らしい旅館だと。ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい。涙を拭いながら、差し出された手をしおりさんが握る。きっと旗の屋は、これから予約が取れない大人気の宿になるだろう。その瞬間に立ち会えたことが誇らしくて、俺は密かに胸がジーンと熱くなっていたのだった。やがて、無事に外国人客たちが帰っていった後、しおりさんは俺に向かって深々と頭を下げた。本当に、いくらお礼を言っても足りないくらいです。ありがとうございました、坂口さん。坂口さんの英語、うっとりしてしまうほど綺麗でした。海外で生活されていたことがあるんですか？それが、俺は照れくさい気持ちになりながら、実は帰国子女なのだと説明した。幼い頃から、父の仕事の関係で各国を転々としていた。日本に帰国したのは15歳の時なので、ほぼ人生の半分を海外で過ごしていたのだと。すごい。だからあんなにお上手なんですね。
上手ですか？はい、とっても。すごくかっこよかったです。そうですか。坂口さん？不意にうつむいた俺を見て、しおりさんが首をかしげる。そこへおかみもやってきて、しおりさんと同じように頭を下げてきた。坂口様、この度は旗の矢の危機を救っていただき、本当にありがとうございました。そんな、大げさですよ。いいえ、このご恩はどうお返ししていいかもわかりません。通訳のお仕事とはいくらお給金をお渡しすべきものでしょうか。それだけじゃ足りないわ、お母さん。うちの宿泊費を生涯タダにするくらいじゃなきゃ。ちょっと待ってください。吸ったもんだの末、通訳の報酬は今回の宿泊費を無料にするということで、どうにか二人も納得してくれたのだった。けれど、坂口様には本当に返しきれないご恩ができてしまいました。通訳のことなら宿泊費だけで十分ですよ。それだけではなくて、俺の言葉に、おかみが柔らかく微笑みながら首を振る。仮にも老舗旅館のおかみを名乗りながら、情けない話ですが、私は大切なことに気づいていなかったのです。大切なこと？ええ。それはおもてなしの気持ちが世界共通だということ。お客様を大切にしたいという思いは、たとえ文化が違ったとしても、しっかり伝わるものなのだと。今回の一件で、ようやく気づくことができた。俺の顔を見つめながら、おかみはそう語った。私が外国の方を受け入れるのに反対していたのは、そこが不安だったのです。どれだけ心を尽くしても、国が違っていては、こちらが大切にする思いは伝わらないのではと。けれど、坂口様が娘の思いをお客様に伝えてくださったおかげで、皆様が笑顔でお帰りになる様子を見て、誤りに気づくことができました。そして、もちろん坂口様の英語は素晴らしいものでしたが、しおりさんを助けるために、カウンターへ飛び込んできた姿、そして、彼女と一緒になって、懸命にお客様をもてなそうとする姿を見て、ずっと忘れていた心を思い出したと、おかみは微笑んだ。昔はもっと、お客様一人一人のため、一生懸命だったはずなのに、いつの間にか、旗の矢を守ることばかり考えるようになって、どの国からいらした方だろうと、心からおもてなしすべきお客様なのは変わらなかったのに、ダメなおかみだったわね、私は。お母さん。いつの間にか、こんなに大きくなって、母親としても、大事な娘の成長を見逃していたのね。その髪を撫でながら、おかみは立派に成長した娘を誇らしげに見上げた。そして、とうとう二人は和解するのだった。頭ごなしに反対してごめんなさい。これからは、もっとしおりたちの言葉を聞くようにするわ。みんなで力を合わせて、この旗の矢を守っていきたいから。うん、私も勝手なことをしてごめんなさい。若おかみとしての判断がどれだけ大勢の人に影響するか、今回のことでよくわかった。それに、まだまだ未熟者だってことも。なので、今後とも厳しいご指導をお願いします。言ったわね。後で後悔しても遅いわよ。覚悟はできてます。微笑み合って、しおりさんとおかみは、固くお互いを抱きしめた。すると、しおりさんの耳元で、おかみが何かを囁いて、突然、しおりさんは顔を真っ赤に染めた。何言ってるの、お母さん。だって素敵じゃない？坂口様。こんな方が、お婿に来てくれたら私も安心だわ。え？違いますからね、坂口さん。冗談ですから。もうお母さんたら。冗談、ですよね。ニコニコと笑うおかみの横で、しおりさんが真っ赤な顔をして全力で否定する。それが少し残念な気がしたのは、自分でも不思議なのだった。それから予定通り、3日ほど旗の屋に滞在して、とうとう最後の夜がやってきた。失礼いたします。そっと静かに襖が開いて、料理を運んできたしおりさんが顔を出す。やっぱり、
すごく綺麗だ。その上品で丁寧な所作も、若いのに堂々と着こなした着物姿も、改めて見ると、胸がドキドキして仕方ない。ありがとうございます。こうして顔を合わせるのも、今日と明日の朝で終わりなんだな。そんな実感がこみ上げてきて、なんだか切ないような、寂しいような気持ちに包まれた。各国で作った友人たちと別れる時でさえ、ここまでの気持ちにはならなかったのに。改めて、本当にありがとうございました、坂口さん。料理の皿を並べながら、しおりさんが静かな口調で語り始める。ピンチを救ってくれたこと、おかみと和解させてくれたこと、いくら感謝してもしきれない。この旅館に来てくれて、本当に良かったと。私、もっと英語を勉強します。お客様に助けてもらうようじゃ、まだまだ実力不足ですから。そうですね。母に認められたくて、焦っていたのかもしれません。今思えば、最近の私は、外国のお客様ばかり重視して、日本人のお客様をないがしろにしていたのかも。そんなことが二度とないように、やっぱり英語を覚えたいです。どんな方が来てくださるとしても、余裕を持って接客ができるように。ええ。なので、お願いがあります、坂口さん。え？おもむろに、膝の前に手を揃えて、しおりさんは英語を教えてほしいと、俺に頭を下げるのだった。時々でいいので、ビデオ通話で英語を教えてもらえませんか？もちろん、お忙しいなら無理にとは言いません。それはいいんですが、俺なんかで？ぜひ、坂口さんがいいんです。もちろん授業料をお支払いしますから。しおりさん、その様子は、どこか焦っているような、帰国子女の英語を学びたいという以上の、何か譲れない事情があるように見えた。いいですよ。お金なんていりませんから、ぜひ。本当ですか？勢いよく顔を上げて、しおりさんは顔を輝かせた。ところが、次の瞬間、畳にポタッと雫が落ちた。え？あれ、ごめんなさい。ちょっと安心しちゃったみたいで。急に溢れ出した涙を拭って、無理やりしおりさんが笑う。けれど、すぐにくしゃっと顔を歪ませた。ごめんなさい。本当は、このまま坂口さんとさよならするのが嫌だったから、せめて、ビデオ通話だけでもって、そんな不純な気持ちで。こちらの胸が潰されるような、とても悲しい泣き顔。そんな顔をされてしまっては、俺の方こそ、このまま会えなくなるのは嫌だ。延泊、お願いできますか？え？大丈夫なら、まだ滞在できるので、その間に英語を教えますよ。目を丸くするしおりさんに、時間だけは嫌になるほどあるのだと告げる。なぜなら、今の俺は無職だから。会社を退職したので、長年の疲れを癒すための旅行だったんです。思えば、結構辛い10年間だったので、帰国子女の経歴を買われ、採用された職場だった。たった一つの特技だった英語を活かせると、張り切って働き始めた。けれど、そんな俺を待っていたのは、上司や同僚たちのやっかみや、それが原因の嫌がらせだった。この程度の仕事は簡単だろ。なんたって帰国子女様だもんな。子供の頃海外にいたからってそれがなんだ？鼻にかけて生意気なんだよ。陰口を叩かれて、仕事を押し付けられて、とうとう窓際部署にまで追いやられた末に、俺は心を病んだ。休職から復帰できないまま、先月ついに退職することを選んだのだった。だから嬉しかった。ずっと否定されていた自分が、誰かの役に立てるんだって、必要としてもらえて嬉しかったんです。坂口さん。自分を必要としてくれる人がいる場所、それこそが居場所だと思うから、初めて、俺は自分の居場所を見つけた気がした。それがあまりに嬉しくて、勝手に涙が溢れてきて、いつまでも止まらなかった。お願いがあります、しおりさん。坂口さん、お願いがあるんです。二人揃って泣き顔をしながら、俺たちは同時に切り出した。
それがおかしくて、二人ともピタリと涙が止まって。どうぞ、しおりさんから。いえ、坂口さんから。いえいえ。しばらくの間、お互いに譲り合って、やがて顔を見合わせて、二人同時に笑い出すのだった。その後、俺は専属の英語講師、そして、時々通訳として、旗の屋に就職した。しおりさんが、ずっといてほしいと言ってくれたから。そして、俺自身が、ずっと彼女のそばにいたかったから。夏木さん、母に聞きましたか？他の従業員たちにも英語を教えてほしいって。ああ、そうなんです。しおりさんもかなり上達したので、そろそろお役御免かなって。俺からおかみに提案したんですよ。ふーん。怒ってるんですか、しおりさん。別に。この時どうして、しおりさんが不機嫌になったかは、わからずじまいだったが、旅館全体で英語を習得するようにしたところ、旗の屋は外国人客を大々的に受け入れられるようになった。俺も海外で過ごした経験を生かして、今度は、外国人客専門コンシェルジュに就任。すると、かゆいところに手が届くおもてなしが話題を呼び、国内からもひっきりなしに予約が入るようになり、旗の屋は文字通り予約の取れない超人気旅館になったのだった。坂口さん。坂口さん、ちょっといいですか？坂口さん、こっちに来てください。今、俺は大勢の同僚に必要とされている。少し忙しすぎるくらいだが、これも嬉しい悲鳴というやつだ。この場所に自分がいていいのだと、今は自信を持って言えるから。もう、ちゃんとわかってるのかしら、夏木さん。何が？ポカンとする俺に、少し怒ったような調子のしおりさんが言う。あなたを一番必要としているのは、婚約者の私だってこと。俺たちの様子を見た、いずれ義母になるおかみが、クスクスと笑う。こんな娘ですが、よろしくお願いします。と。もちろんです。必ずしおりさんを幸せにします。そう宣言すると、みるみるうちに真っ赤になるしおりさん。そして旗の屋は、幸せな笑い声で満たされるのだった。俺はずっと、誰かに必要とされたかった。そうでなければ、自分がそこにいる意味が見出せなかったから。けれど、就職した会社では、俺を必要としてくれる人はいなくて。とうとう心を病んでしまった時、ある女性と出会った。そして彼女は、なんと、あなたが必要だと言ってくれた。その瞬間、俺には初めて居場所ができたのだった。これからは、俺が誰かの居場所を作りたいと思っている。来てくれてありがとう。あなたに会えて嬉しいと、今の仕事を通じて、大勢の人に伝えることで、そして大切な人たちと一緒に、旗の屋というかけがえのない場所を守っていくつもりだ。